ちょっとココア、あんまり浮かれていてはダメよ。今回の戦はうまくいったけど、毎回うまくいくとは限らないんだから。にゃー、そんなことないよ。ココアがいる限り絶対に負けたりしないし。そういう慢心がダメなの。はぁ、今日もお説教した方がいいみたいね。待ちなさい、ココア。はは、相変わらずだな、聖女殿は。とはいえ、疲れているのは本当のこと。セーラ殿も今日のところは手加減してくれまいか。元帥殿、あなたがそうやって甘やかすからココアが調子に乗るんです。調子がいい方が良いではないか。そら、兵士たちを見たまえ。聖女殿がいてくれるからこそ我らは戦える。彼女の底抜けの明るさが我らを支えてくれるのだよ。そうかもしれないけど元帥殿の言う通りですね。あの子が本当に神の言葉を聞いたのか、それはわからない。でもあの子は兵士たちに、このフランスにとってなくてはならない存在なのね。ああ、その通りだよ、参謀殿。私もあの子と同じ、ただの田舎娘です。でもその田舎娘でもフランスを守れるのだとあの子に教えてもらったわ。もう何度言ったらわかるの？同じところで綴りが間違っているじゃない。うん、にゃー、だって難しいんだもん。ねえねえセーラー、お勉強は後にしてゴーフル食べに行こうよ。ダメ、聖女なのに読み書きもできないのかって貴族たちにバカにされちゃうでしょ。ココアは別に気にしないもんね。それに貴族なんか嫌いだし。またそんなことを言って、あなたを支持してくれているシャルル様に。相変わらず賑やかだな、君たちは。にゃにゃ、トビオッチも元気そうだね。ほら、トビオッチじゃなくて元帥殿でしょ。だってすごく似てるんだもん。子供の頃に一緒に遊んでた悪ガキのトビオッチに。セールだって覚えてるでしょ。そうね、似ているといえば似ている。申し訳ありません、フランス大元帥ジルドレ様に。なんてことを。いやいや、構わんよ。これからも私のことはトビオッチと呼んでくれ。それよりも君たちに陛下から伝言があるのだよ。陛下？ああ、シャルルンのこと？シャルルンじゃなくてシャルル王太子様じゃなくて、戴冠なさったから国王陛下よ。本当に君たちは素直で良いな。だからこそ私は君たちが好きなのだよ。ココアもね、トビオッチが大好き。もちろんセーラもケイスさんたちもね。嬉しいな。ならば聖女殿、改めてこの剣に誓おう。ジルド・モンモランシ・ラバルはこの命が続く限りあなたと共に戦うと。
ほしいな。ああ、これからも共に戦おう、ココア殿。コンピエーニュでしょ。ああ、それそれ。で、ブルゴーニュ軍はあの町を狙ってるんだよね。ええ、そうよ。ブルゴーニュはイギリスと結託し、あの町を狙っているの。でも本当にいいの、ここは。このまま進めば国王陛下の命に反することになるわ。ねえ、シャルルンのために戦ってるんじゃないよ。フランスのみんなのために戦ってるの。オルレアンの乙女はみんなの聖女様だもん。そうね、そうだったわね。だったら行きましょう、ココア。けっ、これはまずいな。参謀殿、町に退却するしかない。ココア、兵たちを引かせて。ココアもそうしたいんだけど、すぐに追いつかれてみんなやられちゃうよ。ならば、私がしんがりに立つ。元帥殿にそんなことはさせられません。聖女殿を守るためならば、この命など安いもの。さあ、行かれよ。ブルターニュの豚どもめ、我が剣を受けよ。元帥殿、ココア、引くのよ。ダメ、ダメだよ。そんなことできない。飛び落ちだけ行かせるなんて。あなたは聖女なのよ。あなたがここで倒れたら誰が兵士たちを率いるの。かもしれないけど、飛び落ちを見捨てるなんてココアにはできない。それにココアは神の言葉を聞いた聖女様だぜ。きっと神様が助けてくれるって。ばそれじゃあ、あとはセイラにお任せしちゃうね。みんなのこと、フランスのこと、よろしく。ココア、私が言うのもなんだが、もう少し言い方を考えた方が。いいのいいの。だってこの人、神様神様って言ってるけど、神様なんかちっとも信じてないって感じだし。だったら神様の声が聞こえるはずでしょ。聞こえないってことは信じてないって証拠だよ。ればいいのかにゃ。待て、ココア、私に見せろ。にゃにゃ、もう帰っちゃったよ。ココアを騙したの。ずるい、ずるい、ずるい、ずるい。
すまぬ。ここは、この私に抗う力があれば、何か大剣すいた。愛する女の一人も守れぬとは。にゃそんなことないよ。トビオッチはずっと一緒にいてくれたもん。それとありがとね、ココアもトビオッチのこと好き、愛してるよ。本当は平和になってから言いたかったんだけどね。ココア、これからも一緒だ。私は天国に行けるかどうかわからんがな。ううん、行けるよ。だって神様が。あれは大砲です。当たらなくても驚かすには十分ですから。そんなことはいいから早く。ここまで来れば大丈夫ね。って何よここは。セイラって神様みたいだな。何言っているのよ。それよりこれからどうするの。陛下の元には戻れん。とっくに我らを見捨てているだろうからな。だったらココアとどっかに行こっか。そうね、もう聖女の出る幕ではなさそうだもの。さすがセイラ、話がわかる。おいおい、本当に行くのか。そうだよ、もちろんトビオッチも来るよね。だってココアを愛してるんでしょ。その通りだ。今度こそ愛する女を一生守りきらなければな。いつの間にそんなことになっていたのよ。それは後で教えてあげるにゃ。兵士のみんなも一緒に来るよね。良い土地を探して村を作ろう。我らが子々孫々平和に暮らせる村をな。